ごきげんよう、館長様。それと、お帰りなさいませ。館長様は、長い夢を見ていたようですね。心配いりません。ゼーレさんは無事です。ただ、まだ夢の中にいて、目覚めようとしません。ちょっと、いつまで話してるんですか？早く行かないとまた捕まりますよ。ん？そのボケっとした顔は何ですか？あなたを夢の中に閉じ込めたやつのことですよ。自分がどれほど眠っていたか、ちゃんと分かってますか？